やばい、綺麗元キンプリ岩橋元気型のタトゥー、あらわなタンクトップ姿にうっとり。色気がだだ漏れ。キングプリンス、キンプリ、の元メンバー、岩橋元気、26、リレーが巡位を公開し、ファンから反響が寄せられている。この日、岩橋は、シューティングデー、と綴り。 オレンジベージュ系のアイシャドウリップを施した華やかなビジュアルの複数枚のポートレートを公開、白シャツ姿で物撮りなど、カメラをカファン水園のサービスショットを披露している。ひときわ目を引くのは、まくり上げられたシャツの袖からあらわになった両腕のタトゥー。バラや動物の目といった多種多様な絵柄がびっしりと描かれており、 本人のオーラに負けないまた、4枚目のタンクトップ姿のショットでは、肩に刻まれた鳥の羽のようなタトゥーもあらわに。持ち前の白肌が生えるショットの数々に、ファンからは、やばい、タトゥーが生えるし、それ以上に顔が生えすぎてる、美女がやばいです、色気がダダ漏れ。といった絶賛の声が続出したほか、イケメンと美人のハーフですよね。 ジェラシーを感じてしまう、女子より美人よね、など、性別を超えた美しさを称える声も多数寄せられている。